半世紀生きたもん働きたくないヴィランです。おはようございます。3月10日ですね。3月10日朝10時回ったとこです。はい、それでは今日も一日よろしくお願いします。今日のお昼ご飯はコンビニ弁当です。サラダも買ってきました。ではいただきます。それではちょっと片付けします。それでは昨日買ってきたこの足とこの板使ってテーブル作ります。最後これを閉めて、はい、テーブル完成です。はい、作ったテーブルの上にシンセ置いてみたんですけどね、一応片付いてはいますけど、のけたものをですねソファーの上に置いてるんでソファーが使えません。なんか片付けられない人あるあるみたいになってます。なんか物を移動するだけで全然片付いてないという、またちょっと考えますわ。はい、今日の晩ご飯焼きそばです。いただきます。はい、今日10日の支出は、コンビニで1000円ほど使ってますが、これ PayPay のチャージ分から払ってるので、今日の支出には入れません。ということで昨日と同じ預金残高670万6350円です。はい、一応コンビニで買ったんは昼ご飯の弁当とあと焼きそばのじゃ材料材料焼きそばの材料の、カット野菜の冷凍野菜ですね。はい、こんなもんかな。はい、ご視聴いただきありがとうございます。ヴィランでした。ではまた。